はいえー、では勝ちました岡田監督に来ていただきました、監督お疲れ様でした3回にツ、えー2アウトからの3連打、ねはい、まあその2点を守り抜いての勝利になりました、今日のゲーム、振り返っていかがでしたでししたょういやいや、もう2点しか入らないからね、まあ、もう伊藤もね、本当あの、全然あんまりよくなかったんだけどね、本当。 まあまあ盛り出せというかね、本当に死のいでしのいで、まあそういうゲームだったですね。はい。い監督おっしゃったように本当にあの毎回ランナーとかノ、ね、ーアウト満塁やったりとかでも本当に、うん、本当に本人のコメントにもありましたが粘っ,て粘ったり粘ったいやいや本当に粘って粘ったですよ。はい、はい、でそこからのまあリリーフ陣が、うんえー、まあ本当にタイガースの強みと言いますか、ギ、えー、リシキ岩崎ゲラどう昇華されますか。いやいやもうねまあギリシキは久しぶりだったんですけどね。 あのね、岩崎とゲラは、やっぱりもうね、ずっと2点しか取れてないんでね、もう勝ちゲームも本当、僅差ばっかりなんで、どうしてもね、もうちょっとね、あの勝つときも休めたいんだけど、ま,あ、まだね、ちょっとこうチーム、波に乗れないというかね、その点取れないんで、まあ、ちょっとね、今は、ちょっと2人にはね、ちょっと酷だけど、頑張ってもらってます、まあ、いつか休めるときは来ると思いますけど。 まああのこれからのこともあるかと思いますがあの岩崎とゲラのまあ起用、順番などに関してはあくまでも流動的にという改めて攻撃なんですが、うん、まあ本当に監督おっしゃるようにまだ万全ではない中ですが、うん、あの場面で決めた森下の打撃っていうのはどうでしょうかいや,いやもうねまあ昨日もそうだけど本当に、ね、チャンスに点がまだ入ってる方なんでね、うんえー、まあ、ねあのままね ノーヒットに終わるとはあの回では思わないじゃないですか、うん、結局ね、うんまあ、それがツーアウトからの点だったんで、まあ、久しぶりの、ね、先制点というか、2点というのも久しぶりでしょう、ね本当まあ、そういう意味で、ね、ツーアウトだったし、ここまで5円しましたけれども、開幕前に監督ご自身がおっしゃってましたが、まあ、やはりジャイアンツも去年とはまたガラッと変わって、強力なライバルになりそうで,したそうですね。まあ、メンバーはだいぶ、ね、変わったんで ねあのー、リリーフもね、本当、初めてのピッチャーも多いし、なかなかね、ちょっと捉えない部分はあるんだけど、まあ、ね、去年とはだいぶ違うチームにはなってると思いますね。はい で監督あの、ちょっと数字の上での話になってしまうんですが、はい、この勝利をもって、えー、吉田監督を抜いて、うんえー、タイガースの監督としては歴代2位の勝ち星数ということそれはまだね <laughs>、うん、まだまだ試合あるんで、はい、それは、まあ、あんまり関係ないです、ねはい、そこに加えまして、さまざまなメディアで言われてますが、今日という日が、うん、あの監督ご自身も打たれたあのバックスクリーン3連発以来の<ー>、えー、4月17の水曜の巨人戦ということなんですが。 と言われていやいや、試合終わってね、並んでるときに平田とかも話してたんだけど、3連発の日にね、3連打だけで終わったでしょ、そう言うてました、とヒットさ。とはいえ、3連発がね、3連打で終わったってね、でも、こう状態の中、やっぱり勝つのが一番大きいんでね、まあ、こんだけ打てないでね。 まあね、今のこの成績に似てるというのはそれはもうピッチャー陣の頑張りだし、うんね、こう僅差のゲームでなんとかこう守りの方もしのいでしのいでという、ねまあ、そういうの続いているんだけど、まあ、そこを乗り切れば、ねまあ、もうちょっと楽なゲームできると思いますねはこちらも向こうも実績十分のピッチャーの表現になると思いますが久しぶりに、ね、なんか勝ち越しそうな、ね、そういう、ね、数字になったんで、まあ明日はまだみんなで。 もうちょっとヒットを打ってね。はい。いいゲームしたいと思いますね。はい。あり,いありがとうございます。わかりがとうございました。